はい、ここはですね、ショートホールです。ショートホールで、一応表記では145ヤードでピンが5ヤード手前なんで140ヤードなんですけれども、下りがさっき、スコープで見たら15ヤードぐらいダウンだったんで、ピンまでは125ヤードになります。で、125ヤードで、本来だと、僕48度のクラブで、打つんですが、ちょっとアゲンストっていうこともあります。それから、ちょっと、ごめんなさい、ちょっと怪我をしているもので、あんまり振れないので、半番手ぐらいは多分距離落ちるっていうのを、計算すると、ちょっと48じゃきついかなと。そして、さらにこういうのって、まあ、変な話、フルスイングでバーンって一生懸命打って、こう、乗せていくってことよりも、どっちかっていうと、こう、抑えて、確実に、グリーン方向に打っていく。っていう風に考えてほしいな。ましてや、下りですよね。下っているんで、振り回すよりも、どちらかというと風の影響もすごい強いですから、ちょっとこう、抑えて、まあ、低く打つというか、まあ、抑えると少し低い感じになりやすいので、なぜならボールちょっと右目に置きたいんで、で、ちょっと抑えて、まあ、スリークォーターぐらいの感じで打っていってもらいたいなと。で、その時に、まあ、もちろんちょっと練習場とかでね、練習してからじゃないと、なかなかぶっつけではできないとは思いますが、ぶっつけではできないと思いますが、抑える時のコツとしては、手首をとにかく極力使わない。そして、まあ、要は体でこうちょっと打つようなイメージにしてくる。でっかい筋肉で、背中とかももとかお尻とか、でっかい筋肉を使って、こうストロークしているようなイメージ。手はもう、こう、体に、上半身にくっついてる、なんかもう腕と考えるよりも、なんかこういう突起物、なんかこう、でっかいイボみたいな、くらいのイメージで、イボは勝手に動きませんよね。このまんまの感じのイメージで、打ってくる感じ。で、そうすると、抑え打ちがやりやすいかなと。で、もう一つ考えるのは、インパクトの、この、ほんと、20センチぐらい手前から20センチぐらい先の、このゾーンだけを、なんかフェースを曲げずに、まっすぐ打っていくんだっていうイメージにすると、より、抑え打ちの、打ち方としては、シンプルにできるのかなというふうに思います。で、今日ちょっとアゲンストっていうのもあるので、あと抑え打って打つので、ちょっとピッチングを使います。そして、ちょっと抑え打ちなので、まあ、少し短めに持ちます。で、スリークォーターぐらいで、もう腕が上半身にから離れないぐらいの感じ、くっついたまんまのイメージ。で、インパクトのゾーンだけを考えて打っていきます。少し中に入れます。普段はここなんですけど、少しボール半個ぐらいですかね。半個弱ぐらいかな。入れます。中に。で、あとは変えずに、手を変えずに打ちます。という感じで、打ってみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。